マイスール、旧正マイソールは、インド南部カルナータカ州で2番目の規模を持つ都市。カルナータカ州の州都、ベンガルールから南西146キロメートルの位置に、ある。かつては、マイソール王国及び、マイソール藩王国の首都として知られた。チャームンディの丘の頂上にある、マジンマヒシャスラの像インドの伝統工業地帯の、一つであり、キヌサリー、白弾、紅油。 象毛などを算する。都市南部のチャームンディー農家、及びその頂上にあるチャームンディーシュワリー寺院は、ヒンドゥー教徒の巡礼地としても名高い。都市の名称は、ヒンドゥー教の神話において女神、チャームンディーシュワリーに倒された魔人、マヒシャスラに由来する。都市の名称は、シバのヒドルガーが、水牛の頭を持つ魔人、マヒシャスラを討伐した地として、 マヒシャブールと名付けられたことに由来している。ヒンドゥー教の神話によれば、マイスール周辺の地域は古くは、マヒシュールと呼ばれ、魔人、マヒシャスラに支配されていたが、マヒシャスラは女神、チャームンディ・シュワリーに倒された。マヒシュールという名前は、次第に、マヒスール、マイスールと変化し、後に、カンナダ語のマイスールが英語化され、マイソールとなった。二千五年十二月、 カルナータカ州政府は、英語式のマイソールという名前をマイスールに変更する意思を表明し、2014年に改名が正式に許可された。チャームンディの丘の頂上にあるチャームンデイシュアリー寺院、マイソール王国も参照マイスールは1947年までマイソール王国の首都であり、18世紀にハイダルアリーとティプースルターンが支配した時期以外は、 おでや朝に支配されていた。おでや家は芸術を講演しており、これがマイスールの文化面での成長に大きく寄与しており、マイスールが文化的首都と呼ばれる背景にもなっている。現在のマイスール市街地は15世紀までプラゲレと呼ばれていた。1524年にはチャーマラージャ3世によりマヒシュール城が建設され、後に大は息子のティンマラージャ2世、 チャーマラージャ4世に受け継がれた。この地域が一般的にマヒシュールと呼ばれるようになるのは16世紀のことである。ビジャヤナガル王国の統治下においては、お出焼けの治めるマイソール王国はビジャヤナガル王国の封建国であったが、1565年にビジャヤナガル王国がターリコータの戦いで敗北し衰退するとマイソール王国は反独立の立場を取るようになった。 1610年にラージャ・オデヤ一世が、シュリーランガ・パトナを治めるビジャヤ・ナガル王国の総督を追放すると、シュリーランガ・パトナが、オデヤ家による支配の中心となった。その後王国を支配したティプー・スルターンにより、オデヤ家による統治の痕跡を消すため、マイスールの町のほとんどは一度取り壊されている。だが、1799年に、 ティプウするターンが第四次マイソール戦争で戦死すると、マイソールは再び王国の首都となった。この際、イギリスの保護の下で再建されたマイソール藩王国の君主クリシュナラージャ3世はまだ幼かったため、政治は D1 のプールニアーによって行われた。プールニアーはマイソール市外の発展に関する功績で知られており、特に公共事業が有名である。 1831年、イギリスの行政官マークカベンは、王国の統治ビンラ乱ンを理由に、内政権を摂取し、反王国の中心をバンガロールに移し、マイソールは反王国の支配の中心としての地位を失った。マイソール宮殿の入り口だが、1881年になるとイギリスは権力を反王チャーマラージャ10世に返還し、マイソールは再び反王国の首都となった。 マイソウルの町はマイソウル宮殿と共に1947年までお出焼けによる支配の中心であり続けた。マイソウルが自治体となったのは1888年のことで市街は8つの区に区分けされた。1897年にはセンペストの流行により人口の半数が死亡した。1903年に都市改良トラストが設立されるとマイソウルは アジアで初めて都市計画が行われるレ都市の一つとなった。1940年代前半にインドをされ運動が起こるとマイソール市はその一翼を担うことになった。HC ダサッパやソフカーチャンイヤといったインド独立、運動のリーダーたちは先導の最前線に立った。マハーラージャ、エスカレッジの宿舎はマイソール地区における運動のコントロールの中心であったし、 サバーイナ・ケレのグラウンドは、公衆のデモにとって、重要な場所であった。インド独立後、マイソール氏は、マイソール州の一部となったが、マイソール藩王、チャーマラージャ11世は肩書きを持ち続けることを、許され、また、州知事にも指名された。彼が1974年に制挙した際には、マイソール氏において仮装されている。その後、マイソールは観光の中心として、 有名になり、また時折発生するカーベイリ川の水の分配に関する論争に関係した騒ぎを除けば、非常に平和な都市となっている。近年マイスールで起こったと、全国的なニュースとしては、多くの人命が失われた、プルミエスタジオの火災、マイソール動物園で発生した動物の大量、突然死、インフォーシスのキャンパスで発生したインド国家に関する論争などが挙げられる。 チャームンディーの丘のふもとにマイスール市街地が広がっているデカン高原南部のカーベイリ川上流に位置し、半乾燥気候に属する。都市は新旧に分かれ、旧市の中央に大形状の城壁と1897年から1913年にかけて建設されたイスラーム様式の壮麗な半王宮殿がある。現在の市街地はチャームンディーの丘のふもとに広がっている。 面積は128.42平方キロメートル、標高は平均770メートルである。季節は夏季、モンスウーン、冬に分けられ、観測史上最高気温は摂氏38.5度で、また同じ年の冬には観測史上最低気温摂氏9.6度を観測した。年平均降水量は798.2ミリメートルである。マイスール自体は、 比較的地震の少ない土地であるが、近辺では、リヒタースケール4.5以上の地震が観測されたこともある。カランジコマイスールには、クックラハーラ湖、カランジコ、リンガムバード湖をはじめとして、大小いくつかの湖がある。2001年時点での土地利用面積は以下の通りである。2011年の国勢調査によれば、マイスール市の総人口は、約90万人であり、 カルガータカ州で2番目に人口の多い都市である。男女比は男性1000人に対し女性967人で、人口密度は6223.55人平方キロメートルである。宗教は76.8%がヒンドゥー教と19%がムスリム、2.8%がキリスト教徒で、残りがその他となっている。 市の人口が10万人を超えたのは1931年の国勢調査の際で、1991年から2001年の間の人口の伸び率は20.5%であった。識字率は82.8%で、これはカルナータカ州の平均である67%を上回っている P32。最も広く話されているのはカンナダ語だが、ヒンディー語やウルドゥー語も通じる。 貧困線以下の生活にある人口は19%で9.0%がスラムに住んでいる。カルナータカ州の都市部に住んでいる人口の35.7%が労働者である一方、マイスール市の人口のうち労働者階級にあるのは33.3%だけである。指定カーストと指定部族に属する市民は人口の15.1%である。 マイスールは2005年に届け出のあった犯罪件数は805件で2003年の510件と比べて急増している。マイスール市の居住者は英語でマサーアイアンズあるいはカンナダ語でマスリニアバルと呼ばれている。カルナータカ州とタミルナード州の間で続いているカーベリ川の水の分配に関する論争が繰り返し繰り返していることが原因で小規模な抗論や 抗議運動がたびたび発生している。マイスールの人工統計学上の外観は情報技術産業の成長が原因で変化しており、またこれは一部市民の心配の種ともなっている。マイスールにあるインフォーシス社敷地内の映画館、観光事業がマイスールの主要産業である一方、2000年代に IT 関連産業が成長したことにより、マイスール市はベンガルールに次いで、 カルナータカ州におけるソフトウェア輸出で第2位となる飛躍を遂げた。マイスールにはマイソール大学があり、出身者にはクービンプ、ゴーポラックリシナアジが、SL ベロッパー、UR アナンソマーシー、NR ナーライヤナムルティがいる。インド政府発のラジオ放送部門であるオール、インディアラジオもこの土地で発足している。マイスールは伝統的には織物、サンダルウッドの彫刻。 製造在庫、石灰や食塩の製造といった産業の中心地であった。枚数留守及びカルナータカ州による計画的な産業振興に関しては、1911年に開催された枚数はエコノミックコンファレンスで初めて構想が示され、これにより1917年には枚数はサンドルウッドオイルファクトリー、1920年には スリクラチナライエンドラミルズといった産業施設が設立された。インディアトゥデイのビジネス部門であるビジネストゥデイが2001年に行った調査によるとマイスールは会社経営に適した都市でインド第5位、また清潔さでチャンディーガルに次ぐインド第2位という評価だった。またマイスールはカルナータカ州の観光事業におけるハブとしての役割も果たすようになっており、 2006年には250万人の観光客が訪れている。マイソールの南60から1 0 0トルには、バンディッパー、ナショナルパーク及びマドゥーマライナショナルパークがあり、ガウル、アクシスジカ、ゾウ、トラ、インドヒョウ、その他絶滅危惧種の保護区となっている。マイソール大学の管理本部がある、クロフォードホール、 イギリス式の教育制度が取り入れられる前は、ギーラハラ・ガベーダに基づく教育過程をヒンドゥー教徒に行い、マドロッサがイスラーム教徒に対する教育の中心としての役割を果たしていた。近代的教育が始まるのは1833年に、無償のイギリス式の学校が設立されてからのことで、ある。詳細は、マイスールの文化を参照古いマイスールペインティングの、絵画マイスールは、 カルナータカ州の文化的首都とも呼ばれており、通常9月から10月にかけて行われるカルナータカ州の祭りであるダサラの期間中に行われる祭典はよく知られている。ダサラ祭りは1610年に国王ラージャ・オデヤ一世によって行われたのが始まりである。マイスール市内を走るバス2010年10月にマイソール空港が開港し、キング・フィッシャー航空による ベンガルール便及び、チェンナイ便が運行されていたが、現在は中断している。マイソール駅にはそれぞれベンガルール、ハサン、シャンラジナ川に向かう3つの路線がある。最初に、マイソール市内に付設されたのは、バンガロールとマイソールをつなぐメーターゲージの路線で、1882年に運用が開始された。しかしながら、付設されている路線はすべて断線で、 都市間の接続の高速化の妨げとなっている。最低でもマイスール・ベンガルール間の路線は、複線化する計画があるが、プロジェクトは完了していない。マイスールへ接続するすべての列車は、インド鉄道が運行しており、最も高速な列車は、シャターブディ急行である。アルファベット表記では他にもマイスル、マェイジャー、マスルー、マイスールー、マイスアールユー等と綴られることがある。 ありがとうございます。